いきなりスタートします。どうもこんにちは、T1 スタイルズです。今回乗っていく戦車は、ソ連のケアシックスライトタンク、MT、ドバツァッチケアチ。加速のいい、機動型の軽戦車ですね。マップは冬のヒメルズドルフ。機動力を活かして、中央の初動偵察していきましょう。この試合はちなみに、乗り出し1戦目。夢の30連射、37mm機関砲と、堅実な 57mm 砲がメイン火力になりますが、今回は、57mm 砲搭載です。適当に視界取れたな。ここまで入り込むことは滅多にないのですが、今回はいけると踏んで、調子こいてます。さーて、この車両は火力が低めだからな、丘上までドライブしてこよう。こんなガチガチ市街地じゃ、偵察もなんもないしな。びっくりするほどキビキビ動ける車両ですが、視界範囲と隠蔽率が悪く、また、四方の貫通力が低い車両です。37mm 機関砲は、相手を選べばすごく楽しい手法なのですが、場合によっては腐ってしまうのが残念ですかね。この 57mm 砲ならば、禁断運用すれば、ダメージは取りやすいでしょうか。手法が同じということもあり、私の好きな車両、A43、アーソーラクプリーのような立ち回りができますがね。機動力が高い反面、砲塔旋回が非常に遅く、偵察車両マッチングを受けるので、一概に似ているとも言いづらいかもです。戦闘における期待値が非常に低いため、これでダメージを稼いでいければ、いい色のプレイヤーも夢じゃないようですね。同車両がいるな、バレずに側面に回りたいところ。むむ、スウェーデンのローダー戦車。よそ見してるな、突貫しよう。離隊が切れたな、連射のお時間です。ちなみに言わせてもらうと、すでに自陣が攻め込まれたこともあり、とても攻め急いでいます。すでにこの陣形、勝てそうにないなぁと感じていて、負ける前に、ダメージを稼ぐことしか、もう頭にありません。正直この車両では、自陣を重戦車から守れないかなぁって思ってます。負けると見えた試合でも、自分だけいい思いをさせてもらうでよ。ちなみにこの車両、オフ偵察が苦手なこともあり、走り回っている方が、扱いやすいですね。ヘルスの少ない敵を見つけて突貫したり、有利に立ち回れる敵を選んで攻め込むようにすれば、ダメージが取りやすいですね。この時、実は軽戦車のパーソナルミッションでね、自走砲を3両撃破するってのをチャレンジ中でして、ここで達成させようって躍起になってます。つまり、目指すはパスクッチ勲章であります。今回のこのオープン2部、パスクッチ勲章が取れれば、オイラはもう何もいらないかなぁと。自陣に戻って何かするよりは、倒せる戦力を、減らしておいた方がいいよね。そしてこのマップは大概こっちに自走砲がいるはず。あと2両倒したるぞ。2両目の B2 自走砲、こんにちは。こっちに旋回中だな。旋回してる自走砲と一定距離があるときは、振り向かせ、レティクルを適度に絞らせたところで、左右に移動すると当たりにくいですね。それで当たるようなら、運が悪かったって諦めがつきます。機動力がないと無理だけどね。あと1両、ビショップか、遅いやつだし、ここら辺にいるか？お呼びじゃないんだよなぁ、サントツくん、邪魔しないでいただきたい。横転するかと思った、危ないぜ。ビショップ、おそらくその角にいると踏んでるんだけどなぁ、どいてくれないかな、やっぱりいたし。お、ナイスだ、ファウカーポルチェ、ビショップいただきます。それに今撃ったな、これは達成だぜ。でも、ポルチェ、死んじゃったのか。君の協力、感謝するぜ。これで達成、もうオイラにはどうでもいい戦場になっちまったのだが、3突ぐらいいただいておくか。ズボズボ行かせてもらうぜ。よし。で、やっぱり溶けたか。重戦車3枚とか、厳しすぎなんですけど。これはもうあれだな、占領だ、陣地占領以外ありえないな。正直もうしんどいしさ。鬼ならまだ張り付けばやれるかもしれないが、あのフランスのティガーちゃん、倒せる気がしねえよ。正直もっとダメージ与えといて欲しかったな。このまま誰も来ないってのが嬉しいんだが、そうもいかないよなぁ。あ、4号戦車ぐらい、倒しておけばよかったな。むぅ？我自分から来たんか、やったぜ。やられたぜー。今の、なんで前に出たんだろう、オイラ。出なければ4号戦車やれそうだったし、そもそも陣地に入る前に4号を片付けるべきだったわー。
これ、4号戦車倒してトップガン取っておけば、乗り出し初戦から負けマスターバッジだったんじゃね？惜しいことしたわ、本当に。負けると見えたその時から、このパーソナルミッションのことしか、頭になかったからな。びっくりするほど味方がダメージ取ってない、まあ当たり前か、とほほ。というわけで、本日2試合目になります。搭載しているのは同じく 57mm 砲。小隊を組んでいますがね。実はこの時、小隊を組んでいる、シグマセブンさん、山田さんの他に、にゃんこさん、アウトブレイクさん、バーベキューラッピーさん、ケイタクさんと、ボイスチャットをしながらプレイしていた試合なんですよね。この日この時、ケイタクさんの使っているパソコンの調子がおかしくなってしまい、ACWP1 の知恵を絞り出しながら、ケイタクさんのお悩み相談室を、やっていたんですよね。しかも、アウトブレイクさん、にゃんこさん、Qちゃんは、別で招待で試合に出てましてね。試合のやり取りの中で、ケイタクさんともやり取りしていて、まさに、通信は、混戦状態でした。それゆえこの試合、恥ずかしながら、ほとんど内容を覚えておらず、運用も、話に耳を傾けながらのプレイになっていたので、かなり雑なものになっていました。これいきなりこっちに来たはいいけどさ、味方がついてきていないのに、気がつかず、ここで引き返すのであります。覚えていない試合を実況、これもまた、新しい気もする。スチュアートくん、いきなり突っ込んできちゃダメでしょうが。悪いけどお仕置きさせてもらうよ。シャーマン、逃げましょう、当たるとヤバいやつだ。この試合で覚えていることなんですけどね。この試合の直前の2試合、敵シャーマンの移動射撃で、10センチ級榴弾が命中し、撃破、および、大惨事になったんですよね。なんでああいう絶対当てるのが難しいタイミングで、当たるんでしょうかね。しかも当たるときは、面白いぐらい当たるっていうね。ちなみにいずれも、軽戦車の移動偵察中に、少し距離がある場所から、当てられたんですよね。さすがって感じです。ゆえにこの試合、必要以上に M4 シャーマンが怖いんです。あ、シグマさんが軽戦車に襲われてる。ケイタクさんとやり取りしてて、全くシグマさんの存在に気がついていませんでしたわ。我が身が大事、といった感じでしょうか？身を守る術のみで試合をしています。それならばもう少し、テイディアでくればよかったなぁ。さてさて、無駄な前置きはこの辺にして、実況をして参りましょうか、覚えている範囲で。今シグマさんが倒したばっかなのに、また12トンくんが来るのかよ。しかもこれ、シグマさん絶コロマンだな。正直いつもならもっと早く判断ができたかもしれませんが、この時は判断が遅れました。シグマさんももしかしたら、集中できてなかったのかもね。ここで少し気を引き締め直し、試合に集中するスタイルさんです。でもシャーマンは怖いから後回し。ぐ、いいとこ落とすなよシャーマン、焦ったわ。AT-8を発見、撃てるか？そもそも抜けるかな？完璧に狙われてますね。クルセイダー自走砲の山田さんには、あれを焼いてもらいたいのですが。ここはいろいろ車線を通されていてやばいな。偵察、必要なさそうな陣形になっちゃってるなぁ。アーソーラップリーよろしく、遊撃戦車になってるわ。とりあえずシグマさんが視界を取ってくれているので、狙撃ができないか試してみるか。そうそう、この戦車さ、キビキビ動きすぎて、よく横転する気がします。横転しやすいってのは、正直ヒヤヒヤするんだよね。ああ、シグマさんが死んだ。よくも。お、山田さんナイスです。特に、というか、全く連携を取らずに試合をしていたに近いんだけど、シグマさんはあれ、さっさと引くべきだったんだろうな。シコダ T25 が来てるな、帰り討ちにしたろ。あれ、オートローダーだし、旋回が鈍いから、畳みかけられる気がする。それよか自走砲狩りに夢中で焦るわ。ごめん、あそこまで絶コロマンだと、この火力では厳しいです。でもしっかり、仇は撃つからね。はう、
シャーマン、ダメやめてよして触らないで、まだダメよ、ダメダメ。よし。さてシャーマンくん、そんなに遊んでほしいって言うなら、そろそろ相手になってやろうじゃないか。と言いながら、逃げてませんか？いきなり飛び込んでいくバカがどこにいるかね。こういうのはな、一旦スポット切ってから、改めて攻め込むものなのだよ。そのままの勢いで行くと、完全に対応されちゃうでしょ？一回姿くらませばさ、敵はどこから来るんだ？って、いろいろ行動に遅れが生じてくるのだよ。でもまあ、後ろから行くのかと思わせておいての正面対決を挑むんだけどね。あいつ、さっきから正面対決をお望みなのに、ここで前に出てこなかったから、後ろ向いて下がっている気がするんだよね。M4 くん、さっさと決着をつけようではないか。あれ？ M4、どこ行った？あれ？こんな一瞬で、いなくなれるものなのか？久しく乗ってないから忘れてるけど、そんなに足、速かったっけ？え、自陣に戻ったのか？正直あまり深く考えないで動いていたから、これにはほんと、困惑しているスタイルさんです。あ、いたいた M4、って、数字増えとるじゃんかー。自走法じゃん、なんだ？変わり身の術なのか？あ、M4 もいるじゃんよ。これマジで間違えたんだよね。M4 シャーマンだと思ってたんよ。笑えるね。で、ここで初めて自走砲だって気づいたんよ。どんだけ試合に集中せずにプレイしていたのか、思い知らされたわ。そしてここで、ようやく自走砲が4両もいる戦場なのだと知ったのであります。で、私はこう思うわけだ。味方は残りわずか、邪魔者はいない。つまりこれ、かつて私がエクセルシオールで取り損ねた、デイビス勲章を狙えるんじゃね？と。で、先ほどのオープニングの自走砲3両撃破に続き、この試合の私の目標は、自走砲4両撃破へと変わっていくのである。つまり、目指すはデイビス勲章であります。あと2両。多少強引だとしても、狙ってやるぜ。次から次へとありがとうございます。君を倒せばパスクッチ勲章、それだけでも私としては大変喜ばしいです。はい。自走砲もう1台は南に進軍中とのこと、あいつは慎重に、刈り取る時間がありそうだ。蒼天中ご苦労様です、ペシペシを受け取ってくださいませ。よし、これでパスクッチ勲章だぜ。あと1両、デイビス勲章まであと1両。山田さんが自走砲が南まで来てるって言ってたけど、どの辺まで来ているのだろうか。西側から飛んできたってことだったので、南西方向か？それとも、山田さんは当てにならないか？ここで自陣を占領するのも、勝利を考えばありなんだけど、山田さん曰く、残りの敵の S 流も、かなりヘルスを消耗しているとのこと。で、自走砲、最前線まで出てるじゃんか。これで占領始めても、2両自陣に入られたらまずいな。デイビスは欲しいけど、勝つことが、最優先ですよね？そもそもここで、占領するとか何もいいことないじゃんよ。自走砲は枯れないし、試合を落とされる危険性もあるしな。戻る、戻りましょう。お、本当にミリ残りじゃんかよ。S 流はあれだな、オイラがおとりになって、その間にラングに倒してもらおう。ほれほれ S 流くん、こっちじゃ、こっちじゃよー。いらっしゃいませー。さすがにこれで、ラングにも優先順位がわかるじゃろうよ。私も S 流の弾くらいはひとたまりもない。さあ、助けたまえ、チャンスを狙いたまえ。あ、ダメー、自走砲狙ってる場合じゃねー。なんでそっちからやるんじゃー。これほんと、ダメージ上ぶれしてたら死んでるんだよなー。そっちじゃないよ、ラングくん。戦闘結果です。マスターバッジ、トップガン、パスクッチ勲章止まりでした。あれはそうだなぁ。自走砲に、ガメついてもよかったよなぁほんと。さすがに旋回の速い S 流12244を一人で倒しきれるかわからなかったから、おとりを買って出たけど、そこはワンチャン負けてでも、自走砲からやるべきだったか？正直、直前まで、自走砲がラングから距離を置いてて、
スポットが切れていたので、ラングなら SU からやってくれると思ったけど、まさか直後に、自走砲が姿さらすとはな。あのまま自走砲を、東側から回って勝ってもよかったけどね。ラングを助けなきゃって思いもあったので、最短ルートで飛び込んできちゃったからな。リプレイだからか表記されてなかったけど、直前に、救援も止めながら突貫したんだけどね。そこまで信頼してはいけなかったね。勲章を取り逃す、スタイルさんらしいですね、とほほ。勝ちを得に行くか、勲章を得に行くか、考えさせられる戦場でしたが、1戦目と違って2試合目では、勝ちを逃さなかったからよしとしましょうかね。次回はぜひ、37ミリ機関砲を乗せて動画にしたいな。さて、今回はここまでになります。最後までご視聴、ありがとうございました。そうそう、最近、ワールドオブタンクスでは、以前よりも、モッドに対して、いろいろと検閲するようになってきたでしょう？ホワイトなモッド、グレーとされてきたモッドが、ブラックになってしまったのも、いくつかありますよね。私の使用していたモッドでも、そういうものが出てきたし、今では、この時使っていたようなモッドは使用していないのですがね。リプレイをすでに録画している影響から、しばらくこのままでお送りすることとなります。そこを、ご了承くださいませ。チャンネル登録、コメントをお待ちしております。次回は一旦ソ連戦車から離れて、違う国の戦車に乗ろうかな。軽戦車も続いちゃったしね。それではまた次回。まったねー。